丸山動物園では今日ゾウ舎がオープンしました。一般公開されたのは去年11月にミャンマーからやってきたアジアゾウ4頭です。4頭は健康状態も良好で、これまで新しい環境に慣れるためトレーニングを続けてきました。丸山動物園でゾウが一般公開されるのは2007年にゾウ花子が死んで以来12年ぶりです。